こんにちは永井です令和6年今年の6月以降に実施される定額減税収入所得者の情報は溢れているんですけども個人事業主や年金受給者に関してどのように減税や給付がなされているかあまり情報がないんですねそこで今回は個人事業主の方や年金受給者の方向けに定額減税がどのように実施されるか現時点で分かっている情報をもとに分かりやすく解説していきたいと思います去年 増税メガネという不名誉なあだ名をつけられた岸田首相から提案された今回の定額減税、まあ、大枠としては税金を払っている人に関しては所得税で3万円住民税で1万円の合計4万円の減税をしてあげましょうということですね、まあ、扶養親族がいるような方はその分減税額が上乗せされるんですけども一方で税金を払っていない住民税非課税世帯ですねそういった方に関しても基本的には10万円の給付をしましょうとそういった 内容なんですねで今回主に説明するのは前者の方ですね減税の方です4万円の減税の方ですねそちらを重点的に説明したいんですけどもその減税の対象となるのは合計所得金額が1805万円以下の人そういった人が対象なんですねでこれは合計所得ベースなので給与収入のみだと給与収入が2000万円以下の人ということになります まあ、ちなみに所得金額調整控除を受けている人はその所得金額調整控除の金額を控除した後が2,000万円以下という人ですね。よって一定の高額所得者に関しては今回の定額減税受けることができません全員ではないですよということですね。でさらに本人分だけではなくて本人と同一生計の配偶者それから扶養親族については同じく1人当たり所得税で3万円住民税で1万円控除されるということになっております。 で同一生計配偶者なんですけども、その配偶者、合計所得金額が48万円以下でなければなりません。まあ、その配偶者が給与収入だけだとすると、年間103万円以下ということですね。でさらに、扶養親族については、これ、控除対象扶養親族だけではなくて、16歳未満の扶養親族も含まれるということですね。控除対象とされる、つまり所得税、住民税で、扶養控除を受けられる子供ですね。子供については、 16歳以上じゃないと控除を受けられません。まあところがこの定額減税の上乗せ、所得税と住民税で合わせて4万円ですね。その上乗せされる対象となる扶養親族というのは16歳未満も含むということになっております。よって奥さんと子供2人、4人家族の場合は 4×4、16万円が合計で控除されると、そういった計算なんですね。で、減税額の計算の基礎となるその配偶者や扶養親族なんですけども、 居住者限定とということになっておりますよって海外に暮らしている配偶者ですとか扶養親族分については基本的には控除できないのでその点は気をつけてくださいで扶養親族というと子供だけではないですね親御さんを扶養しているという人はそういった人も減税額の基礎となる人数にカウントできますのでその辺も忘れないようにしていただければと思いますでまず個人事業主に関してどのように減税されるかということですね、まあ、給与所得者に関しては 6月以降に支給される給与に関する所得税から順次引いていきますよとそういったルールなんですけども個人事業主に関しては6月に納税というのは基本的にはありません、まあ、いつあるかというと、まあ、これは予定納税がある方予定納税の対象となる方だけなんですけども7月にですね第1期の予定納税があるということですね、まあ、具体的には去年の予定納税基準額これが15万円以上の人に関してその3分の1を まず7月に納税して、そして第2期ですね、2回目の予定納税が11月になされると、2段階で予定納税がなされるんですね。で、来年の確定申告でその分、前払いの税金として差し引けると、そういった流れなんですけども、その第1期の予定納税、7月分から本人分に関して控除されますよということですね。で本人分の 定額額減税額としては3万円ですよねここでは住民税は関係ないですからねまず所得税の話ですとで住民税の話は後ほど解説しますまずその3万円が第1期の予定納税額から控除されるということですねで通常は何もしなければそれで終わりなんですけども、まあ、その納税者にですね扶養親族配偶者がいた場合ですね同一生計のそういった場合はさらに1人当たり3万円先ほど説明したとおり差し引けますよねよってて本人分だけではなくて 他の人の分も控除してほしいと、そういうふうに思いますよね。で、そういった方は、これは手続きが必要なんですけども、予定納税の減額申請によって、同一生計配偶者、不要親族分も差し引くことができますよということですね。まあ、これ自動的に差し引いてくれればいいんですけども、配偶者分、不要親族分を差し引くためには、予定納税の減額申請が必要ということになっているんですね。で、そうすると、第1期の予定納税から差し引けない分が出てくるという人もいるかと思います。そういった場合は、 1> 第1期から引けない分として第2期分に繰り越されて第2期分の予定納税額から控除されるとそういった流れになっておりますそして最後ですね確定申告、令和6年分の確定申告は令和7年ですね来年の3月に期限があるんですけども、まあ、そこで最終的にですね生産するという形になりますでこの生産の意味なんですけどもとりあえず予定納税の段階ではですね納税者本人だけの分3万円ですね それとその時の扶養親族の状況ですね。それに応じてかける3万円ですね。同一生計配偶者、同一扶養親族の合計人数ですね。かける3万円。それを年の途中で仮で計算をして差し引くということになります。まあ、ところが年末で例えば扶養親族が増えていたりというケースはあるかと思うんですね。まあ、例えばお子さんが生まれたとか新たに親を扶養し始めたと。そういったケースですね。まあ、さらに扶養親族が減ると。 いいうケースもあるかと思いますでそういった場合に改めて令和6年今年の12月31日時点の状況に応じてその同一生計配偶者同一生計扶養親族の金額かける3あとは本人分の3万円ですねそれを合計した金額で定額減税額の確定額として算出するとでそれを確定申告書に反映するんだということですねで。ちなみに事業所得者だけではなくて不動産所得者も同じような流れになっております。 ちょっと定額減税のスケジュール複雑かもしれないので図で示したいと思うんですけどもまず仮でですね定額減税額を計算しますということですねで基本的には何もしないと本人分の3万円のみが第1期の予定納税額から差し引かれるとでそれで終わりなんですねところが同一生計配偶者同一扶養親族がいる方でその人たちの分も差し引いてよという人は予定納税額の減額申請を行うことによってさらに第1期の予定納税額から差し引かれると で引ききれない分は第2期の予定納税額からさらに控除できるということになってるんですね。で最終的に確定申告においてその時の状況で定額減税額ですねそれを計算して最後清算するとそういった流れになっておりますでは年金受給者についてどうなのかということなんですけども令和6年分の扶養控除と申告書それに基づいて定額減税額がですね仮で計算されますということですね。 で、令和6年、6月1日以後、最初に払われる年金の源泉徴収税額から控除して、まあ、控除しきれない分は順次ですね、その後支払われる年金から控除される源泉所得税、そこから控除されるということですね。まあ、控除、控除でちょっとかぶっちゃったんで、分かりづらいかと思うんですけども、本来、源泉徴収される分から控除してもらえるんだということですね。定額減税額はですね。で、最終的にはですね、個人事業主と同じように、確定申告により生産されると。 12月31日の状況と6月7月あたりの状況って扶養親族同一正規配偶者異なることがありますよねそういった異なるという人に関しては確定申告において生算されるということになっております、まあ、ただ年金がですねそれほど多くなくて厳正徴収されてないよという人も多いかと思うんですねでそういった人は 住民税から控除されたりさらには給付の対象となる可能性があるということですねまあ、そのあたり後ほど解説したいと思いますで、以上のようにですね予定納税額や源泉徴収税額から定額減税額控除されるとそれによって負担が軽くなるということなんですけども控除しきれない分については住民税から控除されますよということになっているんですねでは住民税どのように控除されるかというところなんですけどもそれは各市区町村によって異なりますということですね まあ国税もですねあとはあなたがお住まいの市区町村のホームページ見てくださいということで自治体に投げておりますねなので順次あなたがお住まいの市区町村のホームページなどで公開されるということが予想されるので是非調べてみていただければと思いますひょっとしたらまだあまりちゃんとした情報公開されてないかもしれません まあそのように住民税について市区町村ごとに細かい手続きなど異なる可能性があるんですけども本人それから同一生計配偶者扶養親族1人につき1万円が控除されると、まあ、これはですね全国共通しております。で基本的にはその定額減税本人の住民税から控除されるということなので,でこれは横浜市のホームページによるとということなんですけども定額減税を受けるための申請等は必要ないというふうに横浜市ではされております。 まあ他の市区町村でもおおむねそういった自治体多いのではないかというふうに思われます。で横浜市のホームページによると住民税の税額決定通知書の特別税額控除額の欄にその定額減税の金額が記載されますよということですね。なので6月あたりに発行されるですね税額決定通知書そちら確認していただければと思います。で以上が基本的な話なんですけども減税前のですね税額が少なくて定額減税額ですね 所得税、住民税について差し引くほどの税金払ってないですよとそういった人はどうするんですかということなんですけども定額減税しきれないと見込まれる金額ですねその金額について1万円単位での給付を行いますよということですねこれは内閣官房のホームページで公表されております税金あまり払ってないから定額減税額ですね控除しきれないとそういった人は切り捨てですよとそんなことはないですよと切り捨てではなくてその分1万円単位で給付を行いますと いうことですね一方で住民税非課税世帯はどうなのかということなんですけども基本的にはですね住民税非課税世帯に関しては世帯主に1世帯当たり7万円と18歳以下の児童1人当たり5万円が給付される仕組みとなっておりますで住民税非課税世帯については昨年末からですね順次支給が開始されているということかと思います去年の夏以降に給付された3万円で合わせると1世帯当たりですね10万円の給付となりますよと いうことですねで一方で、まあ、それよりも少し所得水準が高い人ですね住民税均等割のみ課税される世帯ですねそういった世帯に関してはもともと3万円ですねその給付がなされてないので1世帯当たり10万円と18歳以下の児童1人当たり5万円が給付されるということになっております、まあ、今年の2月から3月をめどに順次給付開始ということでもうひょっとしたらすでに給付を開始しているよという自治体あるかもしれませんま,あ、まだという自治体も今後順次 10万円。プラス、18歳以下の児童1割当たり5万円の給付ですね。行われることと、そういった流れになっております。まあ、いずれもですね、市区町村の情報を参照してくださいと、そのようにですね、内閣官房のホームページでも紹介されております。まあ、以上が住民税の話ということですね。まあ、現段階でもなかなか具体性に欠けるなというところ多かったかもしれません。まあ、今後順次、情報が公開されるかというふうに思いますので、皆さんのご要望が大きければ、この定額減税ですね、 また後日最新情報をお話ししたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。